自分の都合が悪くなると刑事告発や職権乱用をするような野田よし。これまでの樽本議員の発言を整理しますと、名誉毀損で訴えるなら受けて立ちます。ちょっと何を指して、発言をされているのかちょっと分かりませんので、私も腹くくってここに来とる。市長も腹くくりなさいよ。行政というのは市民福祉の増進に努める、これが一番の仕事なんです。だからこそ私はこういういろんな市民の皆さんの要求にちゃんと応えられる当たり前の姿勢を作るために頑張っていきたいなと思います。同時にもちろん自民党の市民の支持者の皆さんや公明党の支持者の皆さんのいろんな要求や意見もいっぱいあります。もちろん維新の会の皆さんの要求や意見もあるんです。そういう皆さんの意見を全部集めて、そして基準は市民のためには何が必要かということを判断材料として政策を決めて実行する、これが私が考えている市政運営の基本です。いろんな政策の話、細かい、ね、問題については今日はもう時間がないので、やっぱりね、一党一派の維新の会公認ですっていうことを首長が言ってしまうということは民主主義が破壊される道なんですよ。全国ね、自治体いっぱいありますけれども、国政政党の公認で首長になっているところはね、大阪市と大阪府と堺市と、まあ大阪府は部下はいっぱいありますよ。よそ行ったらそんな自治体はほとんどありません。名古屋の河村市長はね、自分の作った政党みたいなこと言ってますけれども、あれは国政政党でも何でもないですから、まあ、自分の応援組織を作っているようなもんですよね。つまりそれはどういうことかっていうと、地方政治っていうのは政党の支持の多い少ないで物事を決めちゃダメなんです。というのは今度の選挙がね、どれだけの投票率になるか分かりませんけど、前回の投票率は 38.92% だ。つまり10人有権者おったらそのうちの4人にも満たない人しか選挙に行ってなかった。ということは政党の支持をしてその影響を受けてる人たちがまず行動して選挙に行ってたんだ。つまり政党の支持の大きい小さいによって東大阪の政治の方向が規定されてきてたんです。だからそういう状況の中で維新の会の政治を進めるということになったらね、他のいろんな意見はどんどん切り捨てられてしまうということを分かってるから、自民党も公明党も今の市長の再選は許されないということを言わざるを得ない。私が共産党員でありながら無所属で政治を進めますっていうのはそういう意味もあって、いろんな立場の人の意見をちゃんと聞き受けて、そして基準は市民のために何が必要か。モノレールに70億、さっきね話ありましたでしょ、モノレールに70億投入することと、この乗り合いタクシー、これを市内全域で広げていくためにね、お金を使うことを比較したら、例えば毎年5000万円のこの乗り合いタクシーに大阪の東大阪市がお金を出せばね、35年使えるんですよ70億あったら。こういう仕事をね、やっぱりやらせていかなきゃな、私はそう思ってるんです。だからこそ私は無所属で、そして多様な市民の皆さんの意見が通る当たり前の東大阪市政を作っていきたい、チャンスだと思います。12月から定例会で野田義和市長はこの議場や委員会に対して虚偽の答弁を繰り返してまいりました。この間下水道庁舎に関わる一連の質問はすべて事実であります。なぜなら野田義和市長は市議会議員に初当選した36年前からミクリア運送の杉原幸太郎会長にお世話になっておりました。そのつながりがあったからこそミクリア運送の本社事務所に呼び寄せて下水道庁舎の耐震検査をお願いし200万円を受け取ったのですが、そのお金は耐震検査されることなく野田義和市長の懐に入ったままなのであります。このような事実を認めず逃げ回り虚偽の答弁を繰り返し、自分の都合が悪くなると刑事告発や告訴の職権乱用をするような野田義和市長の提出してきた議案に何の信憑性があるのか、よって議案そのものを審議することができないので反対とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
新社会党と日本共産党東大阪市会議団を代表して、地方自治法第109条第1項及び委員会条例第6条の規定に基づき、野田義和市長の金銭授受に係る調査特別委員会設置の件について、その提案理由を述べさせていただきます。令和5年6月13日本会議において、樽本議員より下水道庁舎の耐震診断をしてもらいたいとある人物が野田市長に200万円を渡した。金銭の授受に身に覚えがあるのかないのかとする質問がありました。これに対して私が特定の業者に便宜を図り金銭を授受したとのご質問についてはついて、そのような事実はございませんとの野田義和市長の答弁がありました。この答弁では、特定の業者に便宜は図っていないが金銭授受があったとも受け取れる答弁となっています。先ほど樽本議員よりその特定の業者のお名前も述べられました。これまでの樽本議員の発言を整理しますと、その人物が令和2年10月5日市長を事務所に招いて耐震検査のために200万円を渡した。そして令和2年10月20日市長より返事があり、3年延期で5年の提案があった。市長は令和2年11月21日市長本人がお金を返しに来たが、そのまま持って帰ったとの内容でありました。また6月20日の総務委員会において、市長公用車を使って令和2年10月20日御厨4丁目に行ったとする市長公用車の運行記録に基づき、真意を確かめると野田市長は行ったのではないかと思いますと否定はされていませんでした。こうした経過を見ると、野田市長と当該人物の間で何らかのやり取りがあったのではないか、金銭の授受があったのではないかとの疑念は拭えません。総務委員会審査においては、野田市長は金銭授受について否定的な答弁をされていますが、一方で市長に金銭を渡したとする当該人物が証言をしてもよいとの樽本議員の発言もあり、金銭の授受について見解が180度食い違っています。この真意を明らかにするためには、野田市長と金銭を渡したとする人物の双方の意見を聴取することが必要だと考えます。またこの案件は建設水道総務委員会の2つの委員会にまたがることからも特別委員会を設置するものです。以上が提案理由の説明とします。それでは去年の本会議の様子をほんの少し見てみましょう。今回の発言により、国や東大阪市大阪府警本部自由民主党東大阪議員団の方々を敵に回すかもしれません。しかし私は樽本丈司個人で立ち向かいます。名誉毀損で訴えるなら受けて立ちます。政治家は勇気と真心を持って真実を語ると敬愛する政治家の先生から教えていただきました。真実は一つです。まず今年の7月末に大阪府警から書類送検され、8月に起訴された件で東大阪市議会に大変ご迷惑をおかけしましたことを誠に申し訳ありませんでした。そして今年9月に大阪維新の会東大阪議員団、日本共産党東大阪議員団の両会派の方から要望書が提出されました。裁判を控えていましたので、この場で私自身が話せるだけのことを話す説明責任が必要と思い、議会事務局を通して提案しましたが、受け入れてもらうことができませんでしたので、今回この場を借りて少しご説明いたします。現在裁判中ということもあり、言える範囲は限られますが、そこはご了承ください。10月の初公判において100万円をもらったことは事実です。無実ではないですが、無罪ですと主張してまいりました。先日弁護士と検察官、裁判官の3者で手続きが進行している状況です。皆さんが疑問に思っている、なぜ事件になったのか、そのきっかけの一つは、昨年10月に行われた衆議院選挙の際、木村義弘議員が議員団控室の事務員に電話作戦をし、報酬を渡したという公職選挙法違反、それを自由民主党東大阪議員団内において組織的に隠蔽工作に当たったことにあります。
今から考えると、この件がなければ、御厨運送の会長と話をすることはなかったのと、まあ、会派を放り出されたことで自由に動けるので、今となれば、自由民主党議員団の方々には感謝しております。次は、自民党議員団の皆さんが説明責任を果たしてください。何年か前に、冷蔵倉庫を経営されている社長が、倉庫内で行われている有名メーカーの不正を公開したことにより、その会社は倒産に追い込まれ、社会的にも制裁を受けましたが、その後、捨てる神あれば拾う神ありということを証明するかのように、元気にメディアの取材に応じておられました。私も今回の行動については、賛否両論があるのは承知の上です。しかし、政治家生命をかけて行動を起こしたことに後悔はありません。その内容も追って明らかになってくることでしょう。それでは次に市長に対して質問します。まず、先日、維新の会さんの方からの給食の質問で、いろいろと指摘ありました。本来なら新車でなければあかんのに、中古を使って予算金額はそのままで、公文書であるな、公文書も言うたら捏造したものが出てきて、このあたり長としてどういうふうに思ってはるんですか。じゃあ、まあ、当該事務事業につきましては教育委員会の所管で、ございます。基本的に、これ当然のことでございますけれども、教育委員会の担当部署が適切に対応すべき事柄でございます。また、あの本会議等でご質問がございました。その事柄につきましては担当部長からご説明をさせていただいている通りでございます。19番。教育長任命したん市長でしょ。どこまで手柄は自分のもんで、失敗したことは全部部下の責任。バカにするな。そんなんで超進んでてやめてまい。自分が自分で責任取りや。公文書やで。お金払うて出してもろてるもん。何が教育委員会や。何が部長や。谷本議員、発言、気をつけてください。すいません。実際、長なら長らしく、この公文書出したところにもちゃんと謝りに行くべきやと思いますけど、どうですか。教育長。ただいまの件に関してみましては、昨日中原議員からご指摘のあったことと思いますが、私どもは捏造しているとは考えておりません。19番。教育長に発言求めてるんじゃないですか。市長に発言求めてる。長。情報公開請求にかかるさまざまな、いわば規則、まあ、いわゆるルールがあるところでございます。当然そのルールに従って、私どもは誠実に、情報公開の事務を行っているところで、ございます。まあ、その事務の中で齟齬がある、あるいは何がしかのいわば事務的な不適切なところがあるということであれば、それは当然情報公開のルール仕組みに基づいて請求者の方々にご説明をするなり、まあ、一定の手法というのか手段というのを取るべきものであろうかと思います。情報公開請求という非常に極めて当然視点にとっても大事な事柄でもございます。まあ、一方で市民をはじめとして指定の情報を見極めるということも大変重要なことでございます。それだけに一つのルール化というものが事務的にはあるわけでございますので、一定その事務的なところに従いまして、これは対応をなすべきものであると考えております。19番。まあ、少し熱くなって発言してしまいましたけど、中小企業の町東大阪でね、何かあったらみんなこれ社長が責任取るんですよ。この間ずっと市長のやり方を見てると、都合悪なったらトカゲの尻尾切り、そんなんで誰がついてくる。長として本当に疑問に思います。議長、そのままいいですか。今回特定業者に便宜を図ったということでちょっと質問しましたけど、市長にお聞きしますけど、議会で2年って決まってるところを5年まで OK です、3年延長、勝手に延長したけど、これは便宜ですか、便宜じゃないですか。
長。今議員からご質問いただきました内容につきましては、ちょっと何を指して、発言をされているのかちょっと分かりませんので、ちょっと私自身が答弁はいたしかねます。19番。いやいや、世間一般にです。世間一般に2年って決まってるものを5年ってした場合はどうなるんですかということを聞いてるんです。世間一般にと言われましても、具体的に何か一つの事案があって、その事案を構成するためにさまざまな定めがあるとあるはずであります。その定めに逸脱をしているのかどうか、あるいはそういった場合についてはどう対応すべきなのかというのは基本的な仕組みがあると思いますので、世間一般的にというご発言でございますけれども、世間一般的には何が世間一般的なのかということについて、ご指摘いただければ、一定のお答えはできるかと思いますけれども、今のご質問ではちょっとお答えするものがございません。19番。議会で2年って最初に言いましたよね。2年って決まったものを市長の一存で5年にできるんですか。それは便宜じゃないんですかって聞いて、便宜やっていうのは便宜じゃないっていう、そこだけでいいですよ。イエスかノーかだけですよ。先ほどからの答弁に繰り返しになりますが、議会で何がしか2年で決まったといったら、何が決まったのか、あるいは当然さまざまな事柄については、いろんなケースバイケースを適用した仕組み作りもあるわけでございます。また明確に決まったものについては、これは当然私ども監査もあるわけでございますので、事務執行上のさまざまな指摘というもの、この軽微な指摘も含めまして監査の方から受けているわけでございます。いや、議会で2年で決まったものが3年とっていうイエスノーでお答えすべき、ご質問ではないかと思いますので、そういった意味で、どの事案なのかということ柄につきまして、ご指摘をいただきましたならば、その事案について、確認をさせていただきたいと思います。19番。だらだら時間の無駄みたいにしゃべらんでください。イエスかノーかだけで聞いてるんです。この件、委員会のところもありますね。まだ委員会のところでやりますけどね。ここ私は今回の質問で便宜測ったんと金品の受領なかったんかって聞いてる。金品の受領のこと書いてないですけど、金品の受領なかったん。先ほどもご答弁いたしました通りでございますので、当然そうでございます。19番。ちょっとごめんなさい、聞き取りにくかったんでもう一遍お願いします。先ほどご答弁をいたした通りでございます。19番。ご答弁で何も言うてないやん。金品の受領があったかなかったかってこう書いてあるしない。金品って書いてるからあれないと。分けようか。お金と品物、これなかったの2つとも。先ほどご答弁いたしましたが、便宜を図るためにそういったことはございません。19番。いや、便宜と関係ないですから、聞いてるのは。お金と品物ということで聞いてる。需要はなかったんですかって聞いてる。便宜を図ったということに対してそういうことはございません。19番。時間もだんだんなくてだら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 とね言うてはるだけやから言いたくないんでしょ。そらそういうふうなことばっかりしてるから下の人間ついてこえへんのですよ。私はこの場で政治生命かけてここに臨んどるん。この資料の中身、これ裁判用の資料、今裁判中やからこれ見せたらあかんけど、ここまではかまへん持ってきて、この中にどない書いてあるか、これパンドラの箱や。自分自身の胸に要点当てて聞いて考えたらええ。今この議場の中で言うてること、この議場を愚弄するのにもええ加減にしてください。最初に僕は冒頭言いました。質問ちゃんと明確に答えてくださいって。ぐる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 、わけのわからんことばっかり言うて、いずれここの中のことはっきりしてくるから、その時にこの答弁のことも含めて、まだなってくると思いますよ、ちゃんと。ほんまに情けない。私も腹くくってここに来とる。市長も腹くくりなさいよ、ほんまに。残余の質問については、他って言っても私仲間いてないんで、これで終わりますが、情けない限りです。以上をもって私の個人質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。